さあ始まりました、サンリオピューロランド公式アイドルピューロボーイズ&ピューロガールズオーディション勝手に討論会。イエーイ、はい、ということでね、ありがとうございます。さあ進行しますのは私、お笑い芸人富所です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回も我々が、オーディションの動向を見守りながら番組ならではの視点で勝手に盛り上がっていきたいと思います。さあ今回もですね、新型コロナウイルスの対策をしながら収録を行っていきます。よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは早速討論会に参加していただく皆さんを紹介しましょう。はい、さあまずは経済学的な見地からアイドルの魅力やブームの現状を伺いたいと思います。経済アナリストの森永卓郎さん、よろしくお願いします。ということで今日はボーイズということで、そうですよ、若干不得意分野だったんですけれども、はいはい、前回、推しメンのアンジュ君が出た。そう、出ましたね。今日はアンジュ君中心に分析をしてお願いしますよ。毎回推しが変わってきますから森永さん。そうですね。現状はアンジュ君推しっていう感じでね、まあ、あの番組間際、終わり間際なんですけど、すごい感じ、いろいろ動く感じがしますけども、ちょっと変わってるちょっと変わってるかもしれない。まあ、はい、それぐらいね、魅力が満載ってことでございますから、はい、今日よろしくお願いいたします。はい、さあ続いて元アイドルプロデューサーで現在は社会学者と評論家として活躍中、ね、果たして本当に働いてるんでしょうか。浜野聡さん、浜ちゃん、仕事しろ、仕事仕事ね、やりますよ、ちゃんとね、お願いしますよ。いや大変なんですけど、もう今日も声出てないな、本当に出てないんですよ。ねえ、お願いしますけど、本当ねえ、クロミちゃんのがもうただの寝癖に見えるから。そう起きてますか、本当に、ね、今日ボーイですから、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあそして最後は元アイドルで現在は振付師として様々なアイドルにダンスを教えている高田愛美ちゃん。よろしくお願いします。はい、いいね、なんか最近すげえ可愛くなってますね。そう、前もどん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 可愛くなってる。本当ですか。でも富所さんに言われると本当にそう聞こえないの。何なんだろうって。まあ、森永さんもすごいね、あゆみちゃんあゆみちゃんってね、うん、なんか衣装が、うん、なんか女性っぽくなってきて、うん、そうそうそう、今日はでもボーイズなんでね。若干そうなんですよ、ちょっとそうですね、ピューロガールズよりボーイズの方がちょっとね気合い入ってる感じもねしますから、そこは。でも向こうからこっち見えないですよね。まあまあでもやっぱり見られてるって意識高いんじゃないですか。そこはちょっと今日女性的な感じで、うん、女性目線で。やめてよ。いや、誰を狙ってるか。いや、狙ってるとかそういうことじゃない。それと話が違う。毎回言いますから、本当ここ飲み屋じゃないんで。ちゃんとしてね、まあ、勝手に討論会で応援していくっていう番組でございますからね。ね、高田さんも今回ボーイズですから、はい、またちょっとね、はい、女子目線で、はい、いろいろと指摘お願いしますね。はい、よろしくお願いします。というわけで以上のメンバーでお送りいたします。さあ改めてこの勝手に討論会はサンリオピューロランド公式アイドルピューロボーイズとピューロガールズ、男女2つのアイドルグループを選出するオーディションについて、ここにいる我々で個人的な見解でですね、見どころを勝手に討論しようという番組になっております。さあまたこのオーディションはマイスタ上で行われますが、審査ブロックごとに1位になった方や総合ランキングで上位になった方を番組内でピックアップして紹介していこうと思います。さあそして審査員賞の発表はなんとこの勝手に討論会の番組の中で毎回発表する予定なので、皆さんぜひとも注目してください。さあということで今回はね、森永さんも皆さんも言ってましたけども、今回はピューロボーイズの二次審査について紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあじゃあ早速いきましょう。まずは富所の見どころのコーナー。はい、ここまでほぼ息継ぎなしで喋ってますけどまあ喋る量が多いですからね、頑張っていきますけども。さあ見どころのコーナーでございます。審査ブロックごとに1位になった方や総合ランキングで上位になった方々を紹介していきます。はい、二次審査の動画テーマはサンリオピューロランドの魅力を伝えようでございましたね。どういった形でね、どういった角度からね魅力を紹介していくのかすごく気になりますが、まずはですね、二次審査の各ブロックで獲得した総合応援ポイントランキングトップ10を見てみましょう。こちらになっております。はい、はい、はい、出ました。こちらが1位から10位でございます。ちょっとパッと見、前回の上位陣とそんなに激変してない感じ。確かに上位の方はまあ固定というかね、変わってない人もいますし、逆に言えばさらにねポイントを伸ばしたっていうこともねあるんじゃないでしょうかね。はい、まずはまあ今回のね総合応援ポイントランキング第1位が A ブロックの
サイチャンネル、ね、すごいですね、ポイントね。サイチャンネル前も1位じゃなかったかな。そうですね、前回もそうですね。もともとこういうね、なんか動画配信をやられてるって方で、もともともしかしたらね、ファンもいる中で今回こうやってオーディションを参加してるということで、まあやっぱりポイントはさすが高いですよ、はい、そうですね、高いですね。やっぱりもうその動画の配信とかやってるから、そういう何でしょう、うんうん、紹介の VTR も素晴らしいですよね、手の込んだ形でね、うん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 、すごい、これが36万ポイント超えてますね。すごい量ですね。すごいですね。しっかりファンもついてるんでしょう。そうですね、うん、さあそして2位が、はい、B ブロックのマチャ、マチャさん、うん、これがまあちょっと、まあ1位と2位、浜田さん、これポイント的には3万ポイントですけども、はい、まあそんな言うほど差はない感じなんですかね、まあ、3万ポイント、まあ、ブロックが違ったんで一緒だったらもっと、うん、そうかそうか、ね、A ブロック B ブロック、もしかしたら同じブロックだったらこうそ、ね、またこうポイントをそこ競り合って、そういうことです ね、なってた可能性もありますけども、今回割とばらけた感じですね、うんうんうん、パッと見た印象で B ブロックマチャさんがね、なそうね、もう次回からちょっとね、あの浜野さんね、ピンマイクつけてもらっていいですか。そんなに、もう、いや、あのね、そんなによ、はい、これのせいじゃないですか、違う違う違う、覚醒器かなんか持って喋っていただきたい、本当にお願いします、ほんとに、はいはい、一回あの番組始まる前にミックス打っとくっていうのは、あ、確かにね。いや、もう長年打ってないんで声潰れちゃいますね。そうそう、はい、あのね、控え室からそのままの感じ来てますからね、一回腹からね、声出す感じですね。確かに、はい、まあでも確かにね、ブロックが違うけどもB ブロックマチャさんが、まあ、第2位ということでございます。さあそして第3位が松浦くんね、あ、松浦くん爽やかな感じで、これ ね覚えてるでしょう、みんなね、うん、前回もシーズンは違う時に撮ったんだろうなっていうね、そうですね、確かにね、うん、だいぶ厚着しながらって感じですけども ね、うん、はい、やっぱファンもついて ねポイント高いですよね、うん、言ったらこのトップ3が、まあ、30万ポイント超えてるっていう、そうですね、ことなのかな、はい、うん、まあ、いったこのトップ3って感じだよね、ちょっとね、うん、うんうん、ね、前回もいらっしゃったメンバーね、これがまたね、下位の方がこう差つけていくのか、逆にこうね、また追い上げていくのかっていうのもちょっと楽しみですけども、うん、さあ続いて4位が、B ブロック大和くん20歳、あれ、うん、あれ今回初めてではないかな、大和くん前回出たよ、はい、出てた、出たよね、出たよね、うん、そうだよね、うん、で25万ポイント、うん、ね、彼もね、いいですよ、はい、そして、5位が現在のところ森田さん、アンジュ君、アンジュ君、うん、D ブロックで彼だけですからね、ランクインしてるの、あ、確かに今このトップ10の中で D ブロックで言うと、じゃあ圧倒的にこう圧倒的に1位で、1位でってことだ、逆に言うと競ったらまた、そうそうそう、確かにね、だからそのね、1次審査から2次審査になったところにね、こうグループ分けされるじゃないですか、うん、そのね、グループ分けも結構勝負の分かれ道みたいなところ ね、まあ、そうですね、運命ですね、ありますよね、うん、さあそしてじゃあ6位以降行きましょう。6位が B ブロックの戸村です、あ、ね、あ、です、ひろしですと一緒ですね、ね、戸村です、27歳でございますよね、戸村くんも爽やかな感じ ね、ちょっとね、ちょっと写真変えましたかね、前回、確かに、ね、なんかこの顔じゃなかったよね、ね、もうちょっと距離遠かったのかな、写真前、前回の時ちょっと引きの引きの絵だ、写真だったのがちょっと近づいて、さすが高田の姉さん見てますね。ちゃんと見てます、ちゃんと見てますね、はい、これトップ画を変えるのっていうのは どうなんだろう、ね、いいですよね、なんかでもちょっと違う目線で見れるから、こういう顔もできるんだな、うん、みたいな、なるほど、いろんな戸村ですを見れるっていうね、そうですね、はあ、なるほどなるほど、でも爽やかさがあっていいですね、そうかそうか、そうですよね、うん、さあじゃあ続いて7位でございます。A ブロック久門くんでしたっけね、はい、はい、ね、彼も爽やかな感じ で、ね、やっぱり上位に上がってきてますよね、うんうんうん、うんうんうん、さあそして8位の中村ミント君、まあ8位から18万ポイントなのかな、うん、うん、さあ中村ミント君もなんか、まあ、今時っぽいな、そうですね、うん、今っぽいよ、マスクされてる、そう、なんでマスクしてんだろう、ちょっとね、いやもうその観点がもうおじさんなんですよ、何マスクこうやると可愛いんですかね、あ、可愛い、まあ、あのぐらい小顔に見える、小顔に見えるんだ、うん、そして森永さんがより色黒っていうのが分かる白マスクだと畑仕事で焼けてんなっていうのが、そう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 、お前リゾート行ってただろ、緊急事態宣言にってよく言われるんです、畑です、畑です、畑です、近所の家のね、近くの畑で作業して農作業してての焼けてるってことでございますからね。さあそして9位が渡辺くんですね、うん、うん、C ブロック、うん、ね、彼も爽やかな感じなんだよね、そうですよね、プレゼントを ね前回のね写真撮って、もう
すでになんかもうなんだろう疑似デートみたいな感じのさ、トップガンからそういうの伝わってくるよね。そのファンの人をなんかの気持ちを分かってる感じが、ね、しますよね。はい、うん、さあそして総合応援ポイントランキングトップ10の第10位が C ブロックのハルヒくんでございます、はい、ね、キティちゃんを顔の横にね、可愛らしい感じで、可愛らしい感じで、ちょっと大丈夫ですか、そのキティちゃんを横にっていうのがちょっと若干、はい、今プラスポイントでした。今プラスポイントです。あざといなと思ってたわけじゃないの、ね、あざとい男子も好きです男子だといいのか。いや男子も女子もいいですけど、ね、そう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 、広末涼子さんに感じ似てるところ。ああ確かに、可愛い顔してます、ね、うんうん、しい感じ。いやだから最近のあの若手の俳優の子もなんかさ、すごい肌綺麗な男の子とかいるじゃないですか。いや多いですね。もっとスキンケア教えてほしいんですよ。本当に。いやマジで下手したら女子よりもこだわってやってるかもしれない。絶対知ってますよ。最近学生と話してると男でもパックしてますよ。ああそうですか。パックか。そうか。え、あゆみちゃんしてないの？あんましてないんですよね、パックとかは。そうなんですね。してなくてもこの可愛さっていうのはね。いやいやいや、すごい、元さすがアイドルです。さすがですよ、本当にね。そこをね、しっかり維持してるっていう感じでね。ね、本当。ね、誰に対してこれ、よいしょしなきゃいけないんだろう。全員に全フォローしなきゃいけないみたいな。まあでもこちらね、総合エンポイントランキングトップ10でございました。続いては、この二次審査期間中の総合エンポイントランキング、今見ましたけども、そのポイントランキングの推移でございます。こちらになっております。どうぞ。はい、わあすごい、なんか今回は上の方3人が、でもアンジ君ちょっと落ちましたね。ね、うん、上位でもトップ3は横一線な感じがしてますね、まずね。でも大和君ズンズンズンと来てますね、うん、あ、本当だ、ね、確かに、うん、でそのね、第4位の大和君は後半から、うん、後半にかけてどんどん ね右肩上がりで来てますよね。逆にアンジュ君は序盤最初はね3位だったけど、ちょっとずつ、そうですね、ちょっとだけだけど、まあ4位もキープしたけど、この大和君の追い上げで最後順位が変わったってことなんか、うん、はあ、なるほど。俺プロ野球だったらつまんないよこれね。プロ野球のリーグだったらもう何も A クラスもずっと一緒だよみたいな感じなんですけど、これがまた下位のね、3位以降のこの下の攻防戦みたいなのもすごいですよね。なんかジグザグになってます。もうわかんない、もう7、8、9、10もわけわかんなくなってる。と株だったらもうわけわかんないですよこれね。そうですね、どこに投資したらいいんだよみたいな。の方が安定的なのに対してね。ねえ、だから上位3人がこうトップ集団で、うん、4、5、6がこう第2集団、第2集団、ああなるほど、はいはい、でその7位以降は結構もう戦国時代だね、ね、そうですよね。なんか女子の子似てません、上の方、前回の女子の。あ、確かにね、ガールズもそうだけど、ね、3位、1、2、3位が、うんうん、ちょっと不動のね、そう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 、トップ3みたいなのがあって、うん、まあ、そこに負けじとこうね、うん、中盤4、5、6がこう頑張って、うん、ね、だから言ったらこのね、8、9、10、7、8、9、10ってね、こうね、混戦状態ですけど、うん、で今後またね、こう、うん、最後の2日でポッて出てくるみたいな、そうですね、パターンもありますもんね、うん、さあじゃあ続いてまいりましょうか。続いては1次審査と2次審査の累計総合応援ポイントランキングトップ10を見てみましょう。こちらになっております。はい、さあこちらがね、1次、2次合わせた応援ポイントですね、うん、さあそうなると A ブロック再チャンネル、うん、合わせて78万ポイントだから、こう応援する側も気を抜けないというか、今回ちょっとなんか、まあ、休んだっていうかね、ちょっと緩くなっちゃったなとか、うん、そういうのもなく、再チャンネルはこう毎回圧倒的な感じで、そうですね、上がっていってる感じですよね、うん、ここでまた新たなメンバーが ね累計になると出てきますよね、うん、そう、6、7位、そう、6位の C ブロック、リュウリュウ、はい、うん、出てきてますね、うん、こちらもだから総合だと第6位ですね、あ、うん、グデタマ推しでやってるんですね、これね、うん、うん、なのでやっぱりグデタマファンはこうリュウリュウにこう行くっていうのもちょっとあるんじゃないですか、あ、そういうこともありそうですよね、うん、前回出られてた、討論会出てたメンバーみんないますよね、あ、確かに、うん、その次の7位の内田君もね、内田君も前回出てたもんね、うん、出てましたよね、うんうん、写真ですごい顔覚えてますちゃんと覚えてるね、ちゃんと顔覚えてます、ちゃんと皆さん、みんなちゃんとね、高田さん覚えてますよ、ただただ前髪出してる人がまだ少ないんですよ、ね、この写真を見て、ね、なんかね、高田さん言ってましたよね、ちょっとね、そうなんですよ、私個人的な趣味ですけど、はい、
その動画の中ではもしかしたら上げてるかもしれないけど、ごめんなさいね、個人的に、うん、だからもうこれ何の評価にも関係ないですよ。高田さんの趣味思考でおでこ出してほしいっていうね。そうそうそう、でも写真で言ったらアンジュ君だけかなと思って。確かにね、うん、富所さんおでこ出してますよね。おっ、そうですよ。どうですか、あのね、ごめんなさいだけど、あの私ね、あのちょっと前髪分けてるおでこ出しが好きなんですよ。いや、何なんだよ、本当に。俺ももう、このもう出さざるを得ないぐらいの感じになってるからですね。もうなんか全部あげちゃってるんで。全部あげちゃってるから。ちょっとごめんなさい、ね。もう、なんだよ、もう、ただただ今の下りカット候補じゃねえか。何なんだよ、本当に。ちょっと笑っちゃった。いいよ。でも、アンジュ君はここでは4位に来てますよね。そうですね、確かに。さっきの5位でしたけど。うんうん、で、アンジュ君はちゃんとおでこで出してます。そう、アンジュ君のあの髪型好きですね。うん、だこれがおでこ効果で1位や。上がったっていうことですね。いや違うでしょ、絶対関係ないです。おでこは、おでこは完全に高田さんの趣味ですからねえ。いや次の審査のね、内容におでこ出すみたいのがあればね、みんな出すと思いますけどね。はい、さあ、ここがね、個人的趣味ということでございますがね、はい、皆さんね、あの高田さんは皆さんのおでこ気にしてますからね、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあ続いてまいりましょう。続いて二次審査の期間中にデイリーで1位を獲得した回数が多かった方々をご紹介します。こちらになっております、どうぞ。さあ、まずこちらトップ10の中の同率7位が4名と同率5位が2名。うん、だからやっぱりブロックで入れ替わりが激しいと1回しか取れない、うん、そうですよね、あの、そう、5位が2回ち、うん、うことは、うん、上はもっといっぱい取って、もちろんそういうことになりますよね。おお、そうかそうか、あれでもいつもそんな感じだって。まあでも5位が増えないじゃないですか、ね、結構接戦な感じがするけど、ね、結構取ってても、でもまあさっきのね、うん、トップ10に入ってきてないじゃないですか。うんうん、ね、蘭丸くんもそうだし、周輝くんも、はい、そうですね、確かに、まあ総合では入ってきてなかったですけども、うん、今回ね、この2回取ってるので入ってきてるというね、うん、これもう当て字がすごいよな、ゆきやね、すごい、芸名なのかな、どうなんだろう、ゆき、ああ、ゆき、そうですね、芸名ですよ、これ本名だったらめちゃめちゃかっこよくないですか。かっこいいっす、ね、いや、でもその可能性もあるんじゃないですか。全然全然、でもこう時代的にいますもんね、もうそういう、うん、全然いるよ、ね、でも周輝って名字の人会ったことあります？珍しいですよね。いや、ないですね、うん、確かに。いやー、多分芸名だと思うけど、どうでしょうね、もしかしたら次の動画で身分証明書みたいなの出していただいて。ちょっとそれ気になりますけど、まあ、もしかしたらね、役者の俳優業とかやられてるかもしれないからね、芸名かもしれませんが、まあでも言って言ったら、じゃあランマルも完全に芸名でしょうね。そうですね、これは芸名、ランマル本名だったらびっくりする、王子さん。ちょっと時代ね、伊賀か甲賀かどっちなのかっていうちょっと気になるところでありますけども。そうですよね、まあ、確かに今回このボーイズ結構役者だったりとか、うん、まあ、ね、アイドルの、ね、グループ活動したりとか、もうすでにこの芸能活動をやられてる方も結構たくさんいますもんね、はい、うん、たくさんいるからこそこの素朴な子がまた目立つっていうのもあるよ ね、 そうですね、なんかね、うんうん、普通な感じの子もいいですけど、うん、さあ、じゃあ続いて上位のランキング見てみましょう、こちらになっております。はい、まあなるほど、まあまあまあ、6回、ね、同率1位、6回1位が、うん、B ブロック、D ブロックで、まちゃくんと三村、アンジュくんでございますね。アンジュくんは、うん、ブロック内にライバルがいないっていうか、確かにね、ぶち切ってるわけですよ、ね、そうですね、6回取ってるってことは、うん、そうですね、逆に、うんうんうん、サイチャンネルくんだって2回とか取れなかった日があるんですよ。そう、そういうことですよね、2回かな、5回取ってるってことは2回取れなかった日が、でもあのポイントの量すごくないですか、ね、そう考えると、そうっすね、だから1回取れなかった次の日はもうものすごい頑張ったんですか、そういうことですよね、うんうん、でまた取れなかったらまた次の日めちゃめちゃ頑張って、そのね、総合応援ポイントがすごいことになってるっていうね、可能性もありますよね、ですよね。さあ、じゃあ続いてまいりましょうか。続いては、一次審査と二次審査の累計ですね、累計のデイリー1位を獲得した回数が多かった方々を紹介します、どうぞ。さあ、こちら出ました。うん、まあでも6回ね、久門くん6回、山本くん3回ところですが、2回、そっか、でもそっか、累計で考えても、でもそうなのか、うん、あ、2回取っただけでもこれで、ね、上位になるってことですもん ね、 ね、うん、おなじみのメンバーね、うん、だからまあそうだよね、うん、まあだから、ね、それ1回2回になったけど、その2回が
すごく頑張ってポイントをね、獲得したってことですもんね。そうですね。累計だと6回取って6位しかいかないんですよ、うん、そういうことなんですよね。つわものなんですね。そういうことですよ、本当に。さあ、じゃあ続いて、じゃあ上位のランキング見てみましょう。こちらです。はい、おー、10回。そうなると松浦くんが C ブロックのね、松浦くんが累計で10回。そっか、一次審査でもうほぼほぼめちゃめちゃ取ってたってことかね。そういうことですね。そういうことだよね。うん、6回か7回ぐらい行ってる可能性あるよね。はい、そうか。そうなると、そうか、マチャ君は4位のマチャ君は8回。おうおうおう、うん、だから徐々に徐々にこれ、ね、本人もそうだけど応援してる人たちもこう一次審査から二次審査でこうさらにガーッて上がってきてる感じしますよね。うん、内田君も8回、で安寿君は9回。うん、もうここはもうね、サイチャンネルも9回ですけど、本当ね、毎回見るともうおなじみのみたいなね、なりますよね。はい、もうね、累計1位でデイリー1位がこのようになっております。さあ、じゃあ続いていきましょうか。続いては二次審査ですね。二次審査の各ブロックの1位をご紹介します。こちらの方々です。はい、出ました。もうおなじみ、ね、サイチャンネル、まーちゃん、松浦くん、はい、ね、三浦安寿くん、ね、うん、もうだからこの4人はなんか本当もうすぐに受かってもおかしくないんじゃないかっていうぐらい。そうですよ、人気ですよ ね、 ね、みんなもうすでに、この写真だけでもバランスいいグループだった。確かにそうですね。なんか、ね、髪型とか、髪型とかね、なんかもうすでに一つのユニットみたいに見えますけど ね、うん、いい感じで、あ、いけそう、いけそう、ね、いけそうですよね、ね、まあまあ一体ね、実際最終的に何人がね、そうですね、グループが受かるか分かりませんが、うん、なんかこれはもうなんかバランスもいいんじゃないですか、森永さん、うん、いやー、いいと思いますね。ねえ、うん、でもやっぱこの4人だと、うん、あのイケメン担当は、はい、あ、なるほど、まあ、もしこのね、仮にこの4人がグループになるとしたら、安寿君がイケメン担当で、ちょっとコメディ担当っていうかボケ担当をマチャ君がやって、ああ、なるほど、マチャ君、はい、確かにね、でちょっとニヒルな感じなのを松田君がやって、はい、森永 P だとそうなるんですね。サイ、うん、チャンネル 何担当しましょうか。3人の後ろで騒いでいるガヤ担当、ガヤ担当、そんな担当あります。結局ガヤ担当が一番目立つなみたいなパターンありますからね、なんかね。はあ、なるほどね。まあでもこうやって見ても、浜原さんどうですか、これフォーショットも。まあでも本当ね、四天王みたいな感じになってますよね。ね、なんかね、二次にして。今後だからこのオーディションをさらに盛り上げるこの4人がね、こうみんなを引っ張っていくみたいな形にももしかしたらなるんじゃないでしょうか。ね、ね、さあ、じゃあ続いてはおマットさんでございました。各ブロックで1位になった方々の動画をダイジェストでこの場で皆さんにお見せしたいと思います。この4人どのような動画を作ったでしょうか。それではご覧いただきましょう、どうぞ。はい、というわけでサンリオピューロランドにやってまいりました。初のサンリオピューロランドでございます。ちょっとね、あいにくの雨ですけれども、オープニングを後に撮ってます。ではご覧ください、どうぞチェックだ、うん、今回のテーマはサンリオピューロランドの魅力、僕は Vlog 風に作ってみました。これは編集してまた自宅でこれ合成してるってことだから、そうですね、上手だな、編集がね、上手なんだよね、そう、腕玉丼だ、これを買いました。どうですか、これ可愛くね、見える、会えたぜ、よし、もう今日のミッションこれでクリアだ、自分の顔よりもキャラクターをいっぱい乗せてるとか、ポムポムプリン、愛を感じる、ふわふわふー、こんな気持ちいい、メロメロディ夢だけ、あなるほど、なるほど、すごい、あ、ちゃんとね、エンドロールですね。僕的にはもうピューロランドの魅力を可愛いフェスティバルに乗せてお届けします。それではレッツゴー。1、キャラクターに会える。人気キャラクターが僕たちを待ってくれています。写真映えするスポットが豊富、ピューロランドどこを切り取っても可愛くて入るスポットがたくさん。3、本格的なショーやパレードが盛りだくさん。4、キャラクターフードが激かわ、ピューロランドでしか食べれない可愛いキャラクターフードがいっぱいあります。
と可愛いグッズが大渋滞。キャラクターのいろんなグッズがたくさん売っているので、お気に入りのグッズを見つけてお家に連れて帰ってあげてね。ピューロランドの楽しさを目、鼻、口、耳、体、全身で感じて体感してみてください。最後まで動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。以上、マチャ金まさきでした。金まさき、金まさきっていうのは、じゃあ、ぜぜぜどうもです。長い長い。あら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 、高い、しかもそうなのね。あらら、だだだだだだ、熱が出た。うん、わしらないですね。うん。いいですね。いいね、いいね、なんかこれは電車の中でも見れるやつだね。イヤホン出してもね。逆に言えば、でもこれで1位で、だからね、すごいよね。逆に彼がね、こうピューロランド、ピューロランドはファミリーやカップルはもちろん、友達や男性同士でも楽しめる。見栄えが良くて量がしっかりめのお食事の数々に、アトラクションは種類が豊富なだけでなく、老若男女が楽しめるものばかり。ショーやキャラクターグリーティングも毎日楽しめ、グッズ無料サービスの多さも世界中のみんなと仲良くをテーマにしているピューロならでは。それからもピューロに通い続けた僕は、気がついたら これが僕、っていうか俺、まさかこんなに変われるなんて。ピューロランドに来て人生観変わりました。みんなが仲良く可愛いを楽しめるピューロランド最高。これ似たような脱毛の広告めっちゃ流れてる。一緒にピューロランド行こう。企画大賞。さあ、というわけで皆さん見ていただきましたけども、どうですか。あの、まず純粋にピューロランド行きたくなりましたからね。いや、行きたくなった。みんな魅力伝えるのうまかったですよね。うまかった。A ブロックのね、再チャンネル、ね、やっぱ動画の編集というか、そういうのが能力高いですよね。慣れてる感じしましたね、使い方とか。ね、使い方、まあね、基本なんかもやっぱ若い子みんなうまいですけど、うまいですけどね。ちょっとツボ押さえてる感じもしてね。やっぱり、だから今回、まあもちろん再チャンネルも、の他にもたくさん今回のオーディションで、あのピューロランド足運んだ、ね、オーディションの参加者の方いると思いますけども、ね、まあ、みんないろんな、ね、魅力の伝え方ありますけど、再チャンネルやっぱ慣れてる感じがね、してね、ちょっとユーモア入れてね、行く感じとかが、ね、食べ物も美味しそうでしたし ね、はい、さあ、じゃあ続いて B ブロック、はい、抹茶、ね、抹茶わかりやすかったですよね。ね、わかりやすかったね。やっぱりこう、そうそう、テンポも良くて、ポイントをこう抑えてるから伝わりますよね。そんなに映像技術が高いことはないんだけど、やっぱりこう構成がしっかりしてるから、そうですね。伝わってくる。ちゃんとピューロランドに ここにこれがあるっていうのもちゃんと分かってて、こう撮影してるところもね、あるでしょうし、あの食べる時マスクからね、あのお顔が見えましたけども、なんか動画になるとまたなんか可愛らしい顔だなって、なんか、ね、そうですね、なんかお茶目な感じが、あのね、マチャのね、その刃なのよ。あ、この刃がまた可愛いのよ。刃、あれマジ刃だよね。そうです、その可愛く見せるために。そこまでやりますか。やすったとかそういうことじゃないよね。あの刃、男性珍しいですよね。刃ね、いいよね、刃。付け刃とかもありますけどね。あ、付け、マチャ付け刃なのかな。違うでしょ。あるんですか。ね、あるって聞いてる。ありますよ、そのかなんか純粋な感じがね、可愛らしいですよね。はい。さあ、じゃあ続いてね、Cブロックの松浦くんですか。はい、ああ、ね、お熱出ちゃったみたい。でだからこう元気になってね、またピューロランドで、ね、なんかね、うん、彼がこういろいろと楽しんでる様子見たいですよね。今回たまたま、そうそう、で、次の動画でなんか明るいの出すと、うわー、治ってよかった。あ、よかった。そういうことですね。それでまたね。確かにファンもね、応援してる側もね、元気になった松浦君の姿を見たいっていうのもね、ありますもんね。うわ、もう早くね、直してね、ピューロランドで楽しんでる姿見たいですよね。はい。さあ、じゃあそして D ブロック1位のね、アンジュ君でございますけども、まあ今流行りというかね、よくね、今動画で広告動画みたいなの出ますけど、まさにそれをまあインスパイアされて作った感じでね、コマーシャル見てるみたいですよね。ねえ、ほんとうまいよな。
でもこれもスマホで作ってんでしょうね。今もう何でもスマホでできちゃうからな。スマホか。でも画質綺麗ですもんね、これ。なんか動画の。でもほら最近なんかスマホでもどえらい画質が綺麗なの。ね。はいはい、ありますよね。声もすごく。声がさ、もうほんと広告動画声なんだよ。いや、そうですね。いや、そうですね。いや、ほんとちょっと声優さんみたいな。まあ、よく通る。こいつ。ねえ、よく通るわ。今後いろんな広告動画、アンジュ君やればいいよ。俺そしたらストップしないよ全部。なかなかこのタイプのこの広告動画をなんか使った感じの動画っていうのはあ今までのオーディションではなかったんですよ。ちょっと頑張ればすごい。なんかそういう業界で働いてたことあるんですかね。どうなんでしょう。そういう経験があるんですか。技術力を伺わせますよね。彼の情報を見ると V6 の話になると熱が入ってしまうって全く普通で全然そういう関係ない。ね、V6 今年で解散するからね。うん、そうですね。それについてのアンジュ君ね、どうなのか聞きたいですけど、誰のファンなんですかね。どうでしょうね。アンジュ君それについては別に答えなくていいからね、別にね。オーディションに集中してください。まあ今回このね、各ブロックの1位の皆さんの、動画見ましたけどもね、うん、またね、まあもちろん我々は他にもね、まあランキング上がってきてない人の皆さんのものも見てますけども、うん、だから高田さん、逆に今回こうね、紹介してなかった人になんか気になった人とかいます？あのですね、うん、意外に久門くん、はい、前髪出してくれてたんですよね。あ、おでこ出してくれてたんですよね。前髪オーディションだよ。おでこ出して、多分意識しておでこ出してくれたのかなって勝手に思い込んでるんですけど、そこにちょっと私好感度上がりました。高田さんのリクエストを答えて、はい、あのおでこ出してくれた、出したんじゃないかって思ってる、勝手に思ってますけど。じゃあもう今後、はい、もうオーディションでさ、もうさ、はい、おでこを出した人には、うん、ここにあの筋肉マンみたいにタカって書いておいてもらっていいか。高田アピールよってタカって。それやったところで何にも関係ないから ね審査には。ただ単に個人的に高田さんへのアピールでタカって書くっていうね。何にもこれ見てないファンはどうすればいい、どうしたの急にってなるから、ね、どうしたのってなる。なるほどね。まあおでこをね、はい、出してくれたっていうね。うん、今後だからピューロランド行ったらね、自撮りしながらボーイズガールズがいろんなところにいそうだよね。そうですよね。いっぱいいるかもしれない。かなりいたはずですよね、多分ね。参加してる人たちも、あ、あそこあの人あれだっていうのもね、うん、ありそうですよね。そこでどう、あ、でもさすがに動画の中でコラボみたいなできないもん、ね、できんのかな。なんかあったのかな。ですけどね、いや、その候補者同士で一緒に映っちゃったみたいな、偶然そういうのってどう、なんかたまたま偶然だったらいいかもしれないね。 ね偶然だったらいいかもしれない、変に連絡取り合ってみたいな、ちょっとあれかもしれないね。うん、もしかしたらね、後ろにね、アンジュ君越しに誰か映ってるとかね、ある可能性はあるよね。それはね、うん、でも今後また進んでいくうちに、もしかしたらまたいろんな人の新たな一面が出て、ね、推し面が変わる可能性が、推し変の可能性はありありますよ。だからアンジュ君もアンジュ君でまだ安心しないでくださいってね。うん、またあと、またここでね、森永さんが推し面になってますけど、何の審査にもかからない。ただただ森永さんのお墨付きがついたっていうだけですけども、はい、まあでも今後もね、ちょっと三次審査もちょっと期待したいと思います。さあ、それではここであの方々に登場していただきましょう。オフィシャルリポーターのパチパチキャンディー、はい、お願いします。お願いします。改めて自己紹介お願いします。はい、パチパチキャンディーフレーバーストロベリー、鹿児島県出身のモコチーズです。モコモコはい、いただきました。ちょ、森永さんが食らってません。いやいやいや、モコチーズ可愛くなってる。あら、可愛くなってるってよ。ありがとうございます。プロになると違うね。違いますよ、本当にね。さあ、そして続いては、はい、あなたのハートは静かみーぴょん、みやです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みやちゃんも可愛い。オフィシャルリポーターが決まったので、ネイルをマイメロちゃんにしました。はい、可愛いじゃない。ちょっとね、ありがとうございます。さあ、そして最後は、はい、コケコッコフレーバーマスカットのコッコです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。オフィシャルリポーターとして今日もよろしくお願いしますね、皆さん。お願いします。はい、ね、
森根さん、改めてね、3人いかがですか、可愛いですか。いやだからもう なんていうの、素人臭さみたいなのは全くなくなりますね。プロになってると、うん、おもこチーズは田舎臭さもなくなりました。あ、鹿児島州がなくなってますか。もうなんか東京都民みたいな。あ、東京都民都会に染まっちゃった、ね、もうもこちは、ね、地元捨てたんだよね。いやいやいや、捨てないですよ。鹿児島ですね。あ、鹿児島、心はね、ちゃんとねあるということでございますね。ねえ、はい、じゃあそれぞれ3人にいろいろ聞きたいんですけども、今回どういうふうな印象を受けてますか、3人は。画動画の、まあ、編集ももちろんみんなすごいなって思うし、うん、なんか動画のなんて言うんですか、あのアレンジ、なんだろう、何でしたっけ、編集、あのコッコ、コッコ考える時間いっぱいあったと思うんだ。そんな急に繋げたわけじゃないでしょ、多分ね、こっちもね。考えてたんですよ、考えてたんですけど、飛びました。飛んだのね、うん、先に回します。あ、回すのね。思い出したら手挙げて。はい。なんだろう。さあ、先にモコチーズいきます。あ、モコチ、はい。もちろん皆さん動画なんかすごいクオリティ高くて、なんかいろんな工夫されてる方から、普通にもうシンプルな動画でもすごいなんか分かりやすくて、すごい面白かったんですけど、私はサンリオピューロランド、東京に来てから初めて、もうこの間行ったばっかりで。はいはい。はい、そうなんです。だから今回の審査の動画はこうなんか素人目線じゃないんですけど、うん、こうピューロランド初心者目線で見させていただきました。おお、なるほど。初心者でもそのね、今回のその動画審査はピューロランドのね魅力について語ろうだったけど、その魅力がしっかり伝わってきたってことかな。はい、もうすっごい伝わって、もう2回行ったんですけど、もう今すぐにでも行きたいぐらい。あら、やっぱりよりね、動画見ると行きたくなっちゃうっていうね。うん、もこちはあのわざとなまってるわけじゃないですからね、ちゃんと今なまってますか。鹿児島残してる、残してる。、ね、わざと残してるわけじゃない、自然と残っちゃってるんです。そこなんだ。さあ、みやちゃんいかがですか。はい、私はですね、その順位がなんか一次審査の時とあんまりなんかこう上位の人たちが変わってない印象があって。そうだね。はい、なのでこの次、また次のステージに行った時に、こうなんかこう下から下の階の方から急にこう、うん、なんか宝石が見つかって、うん、でこう上位にバッて上がる人が現れたりとかするのかなって、めっちゃドキドキ楽しそうだなって思います。確かにね、はい、逆に今序盤がずっと同じ順位だと、そのね牙城をね、うん、超えてく人が出てきてもおかしくない、ね、いやもう競馬でもだいたい第3コーナーまではずっと、うん、まあ、予想通りの順位でいって。そうなの、みやちゃんよく聞いてて、競馬で今たどいてるから。最後上がり3ハロンで一気に勝負に行くんですよ。そうよ、上がり3ハロンで、はい、上がり3ハロン。ね、みやちゃんの言葉から上がり3ハロンっていうね言葉が出ましたけども、ね、ハロンは 200m。 競馬番組じゃないですか、これ、ね。まあ、競馬に例えるとまさにね、後半盛り上がってくる、もう上がってくる人が、もう第3コーナー待ってからは本当に勝負です、ね。いや、それもうマジの競馬の話ですよ。いや、そうそう、いやもう競輪でも何でもみんな一緒ですよ。ああ、なるほど。オーディションも一緒ってことですか。じゃあオーディションも一緒です。もうだって最終審査に向けて一気に加速して、うん、確かに、まあ、確かに、なるほどね。そういう方もね、もやっぱりね、強い子は、うん、あの一次審査に二次審査流してんですよ。なるほど、序盤は流して、はい、後半最後追い上げで、ね、話進めていいかな。コッコ思い出した。はい、あの一通りみんなの動画見させてもらって、うん、なんか動画のその構成がみんなバラバラで、うん、はい、そのさっきもなんかあったように、その YouTube、TikTok 風の子がいたりとか、うんうん、なんかデート風動画とか、うん、面接風動画とか、そのみんなバラバラですごい見るのが楽しかったっていうのを言いたかったです。なるほどね、いろいろ、いろんな角度からね紹介してるってことですけども、はい、そうじゃあね、ここでは引き続き今回の二次審査の、ね、テーマのポイントについていかがですか。
今回のテーマが、うん、そのサンリオピューロランドの魅力を伝えようっていうことだったんですけど、はい、もうとにかくみんなそのサンリオの大好きさとかそのピューロランドの良さをなんかこう伝える動画の中でもうすごいみんなサンリオとかピューロランドが大好きなんだなっていうのがすごい伝わってきて、うん、やっぱみ自分の好きなことをこう動画で話すのってやっぱすごい自分だとしても熱くなるなっていうのがすごい思うんですけど、うん、それがすごい伝わってみんなすごい生き生きしてて、うん、すごいいいテーマだったなって思いました。そうだよね、熱量がある分、うん、逆にこのね短いこの動画に収めるのが大変っちゃ大変だよね、うん、ねえ、であとやっぱ見てて実際こうね行かなくてもこう魅力が伝わったのかな。あ、めっちゃ伝わりましたね。ねえ、そうだよね、うん、まあね、あのオーディションのエントリーしてる中でもまだ実は行ってないっていうね、うん、方もいらっしゃったりとか、でもそれでもなんか熱い思いがね、うん、あっていろいろとね動画にね投稿してましたから、うんうん、さあそして注目してたブロックとかっていうのはどうだ、モコチ聞いてみようかな。モコチなんかあります、注目してるブロックみたいな。はい、そうですね、やっぱりこう散々さっきから名前も出てる、やっぱり前回総合1位だったハイチさんがいる、うん、うん、A ブロック、このその総合1位だったサイチャンネルさんにこうどうみんながこう頑張ってるかじゃないですけど、うん、っていうところと、あと、4つブロックがあって、うん、あ、それでなんかこうみんなをこう見ようって思った時にやっぱりほとんどの人が A ブロックから見ると思うんですね。あ、そうかそうか、やっぱね、うん、確かに。だから多分そこでもなんかそういった面でも A ブロックボーダー上がるんじゃないかなって思ってて、そこを注目してました。なるほどね、うん、いや分かりますよ。で浜野さん、そうですよ、オーディションね、はい、結構最初のブロック A ブロックとかね、まあ、どうしてもそうですね、1ブロックとかがね、まあ、D から見るっていないですよね。そうですよね、から見ていきます。どうしてもそこは注目されるからね、そこは確かに面白いですよね、うん、ね。すみません、私 D から見てたんで。あ、逆に D から D から D から。まあでもそういう方ももちろんいらっしゃいますけど、やっぱ基本多分みんな A から、ね、A から見る、最初からですよね。ねえ、モコチがね、あのサイチャンネルさんはね、散々紹介してましたけどって、散々って言い方やめてくださいね、ほんとね。散々って鹿だよね、鹿かな、鹿児島弁、鹿児島弁、ね、鹿児島弁で魅力的なとかそういう言い方なんだろうね、多分ね。散々さっきまで紹介しましたけども。いや、確か1位だからね、たくさん紹介してってのありますけどね。あーね、モコチはちょっと電波が悪いのか、それとも鹿がきついのかな、どっちかな、大丈夫かな。きついですか、鉛。あ、今はすごいはっきり聞こえたわ。うん、怒りすら感じた。ね、怒りすらね、ごめんなさい。別に鹿児島をディスってるわけじゃないですけどね、こっちはね。東京なんですけど、大丈夫ですかね。あ、ちょっとね、途切れ途切れ。本当ですか。うん、でも大丈夫よ。あ、はい。伝えたいって気持ちはね。はい。ますから。はい。今まさに途切れたけどね。あ、いいですよ。笑ってる。それ聞こえない聞こえない。モコモコビームが全然聞こえないから。今絶対聞こえてましたよね。聞こえてないの。聞こえてないのよ、本当に。なんか伝わってるはず。ね、伝わってない。まあまあまあ、でもいいですよ、熱意はね。はい、さあ、あとでなんか、じゃあみゆちゃん、はい、なんか気になった動画だったりとか気になった参加者みたいな方はいらっしゃいましたか。はい、私は、A ブロックの3位だった中村ミントさんって方なんですけど、おお、はい、ちょっとマスクをねここまで、ね、はい、理由が、やっぱ皆さん動画を動画の冒頭ってやっぱ皆さんこんにちはとか初めましてで始まる方が多いと思うんですけど、私もそうなんですけど、中村ミントさんはちょっと違って、最初にこうダンスが好きで嫌い、どうぞみたいな感じでこうパンパンパンって進んでて、こうなんか、え、なになになに、めっちゃ気になるってこう気づいたら最後まで見ちゃってました。あー、なるほどね。やっぱ他のみんなとはちょっと違う感じでアプローチしてったから、はい、やっぱより気になったりとかしたんだ。はい、そうです、ね、なるほどね。まあ確かにね、はい、最初の動画のね、まあ、数秒間っていうのは勝負って言いますからね、うん、そこはね、うん、確かにね。でも、はい、改めて今日みんながねつけてるね、うん、カチューシャ、それはもう私物なんですか。
はい、私物です。ねえ、可愛らしいですね。森永さんどうですか？え、キティちゃん、キティちゃん、もこちキティちゃんだね。あれはプリン。うん、コックが、そうね、ポンポンプリン、ポンポンプリン、うん。で、ミヤちゃんが、ミヤちゃん何かな、マイメロかな、マイメロディ、マイメロなんだ。うん、はい、なるほどね。あ、垂れてるバージョンのマイメロ、垂れてるバージョン、はい、限定のカチューシャです。あ、限定のやつなんだ。はい、やっぱね、やっぱネイル、ネイルもピューロにするぐらいですからやっぱりね、うん。でもあゆみちゃんがちょっと私と被んじゃねえぞって、うん、ちょっとね、高田姉さんと被ってるからその辺はちょっと気をつけて。ごめんなさい。まあ限定のやつだからまだ許すけど、うん、丸被りだったらね、ちょっと考えると、うん、もしかしたらね、ログアウトさせる可能性あるから、退出させる可能性ありますよね。しないしない。あと3人の中で、あの1位、今回のブロック1位の4人の方のなんか情報とかありますか？はい、お、もこち、あります。まず A ブロック1位のサイチャンネルさんですね、うん、はいはい、なんか今年の6月からマクドナルド禁止、1年間食べるの禁止にしてるっていう噂を聞きました。なんちゅう噂なんですか？どういうこと？ダイエットってこと？そうですね、ダイエットなんですかね。私もちょっとなんでかわかんないんですけど。深くは知らないのね。風の噂で、うん、風の噂で来たのね。サイチャンネル1年間マック禁止してるんだ。うん、マックデキンとかそういうことじゃないよね。デキン、なんか動画で変なことやらかしたとかそういうことじゃないよね。そういうことじゃないことを祈ります。祈りたいね。うん、他にはありますか？ない。パチパチキャンディーからは以上ですか？あります。お、あるよ、いいよ、いいよ。なんで、なんで通信のなんか途切れが良くない、なんかモコチから来るんだよ。何？あ、切れた。モコチ切れた。切れなくなった。落ちた。俺は落ちたよ。ありますって言って切れたよ。ガチの電波。なんだ？障害や。どういうことよ、本当。Wi-Fi があれなのかな。ね、Wi-Fi なのかな。ちょっとわかんないですけど。鹿児島からやってるわけじゃないでしょ。不器用です。聞こえます？あ、聞こえます。復活した、復活した。なんだ？なんで切れちゃったんだろうね。うん。すみません。で、B ブロック1のマチャさん、うん、ダンスがすごい、あの動画でも可愛らしかったんですけど、うんうんうん、なんか TikTok でなんか、自然が似合う王子って呼ばれてるらしいです。ナチュラルな感じがってこと？そうです。でもなんか、うん、やっぱり今日の動画とかも、マエスタの動画とかだったら、うん、なんとなくなんかそんな気がしてきます、ね、そんな気がしてきたっていうのを今こっち伝えてんのね。実際にそう TikTok の中で呼ばれて、へえ、なんかし、あ、自然というのはナチュラルとかじゃなくて普通にこうナチュラルの自然、それともなんか森とか林とかそういう自然の中で踊ったりとかしてるってこと？そうなんですかね。クエスチョン、クエスチョンで返さないでくれないかな。頼むから。なるほどね、うん、それもまあ風の噂で来たわけね。そういうことです、風の噂で。どの噂なんだ。都合のいい風の噂だ。すげー。でもなんか まだ喋ってる、まだ喋ってる。どうした？まだあります。で、 C ブロック1位の、松浦隆久さんおが、メンズアイドルグループ花と風のメンバーので、あ、最近初めて蝶ネクタイをしましたって見ました。あの風の噂壊れてないから、そっちなんか大丈夫かな。変な風の、変な風の感じがするけど、もうちょいいい、だからこっちに、ああなるほどそうなんだみたいな情報のね、風の噂欲しかったですけど、あの桜島の灰が混じってちょっと来てるので、急に鹿児島って何なんだよ、桜島の噂がね来たということで。まあでもそうやってね、まあ、皆さんそういうなんか我々が知らないそういうね、オーディションエントリー者の方々の情報をね、こうやってパチキャが届けてくれるということでございます。で、あのもこち、最後風の噂で D ブロックの噂なかった？あります、あります、あります。おう、ちょうだい。あのですね、三村さん、三村アンジュさんです。あ、アンジュくん。すごい雨男らしくて、なんかもう家出た途端にすごい雨と雷が来て大変だったみたいです。おい、コッコどうなってんだよお前。そうで
です。そっか、ちょっと今の本当か。だって動画は全然雨降ってなかった ね、 ね、確か動画は雨降ってなかったからねこの今の風の情報はちょっと怪しいです ね、 ね、ちょっと、ね、ちょっとあの次の動画に期待しててください次逆に雨の日じゃないと撮れないみたいな感じになりますからねなるほどね、まあ、そういったね情報をね届けてくれるということで、はい、じゃあ引き続きこのねサンリオピューロランドのオーディション、皆さんねしっかりとオフィシャルリポーターとして見届けてください。また何かありましたらねこちらで番組でいろいろと情報を教えてくださいね。はいはい、はい、ということでパチパチキャンディーの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。さあ続いては富どころの拾いどころのコーナ ー、 はーい。さあ前回の配信で視聴者の皆さんがコメント欄でおすすめしていただいた参加者の方をご紹介します、はい。さあ、まずはですね、皆さんたくさんのコメントありがとうございます。中からですねご紹介させていただきたいと思います。さあ1人目、三角錐かっこあさぎさんからいただきました、ボーイズの、モエトさんの動画が1人でもピューロランドを堪能できることが分かってとても行きたくなりました。可愛い歌舞伎の説明も独特で気になりすぎる、皆さん見ていただきたいですと、ね、この方は B ブロックのモエトさんをおすすめしてるということでございますね。ね、やっぱりねこの三角錐さんね、浅木さんもそうですけど、この動画を見てピューロランド行きたくなっちゃうね、そういう感じですよね。確かに可愛い歌舞伎って今なんかショーをやってて、ね、歌舞伎のショーをやってる。ね、そう、僕見ました。あ、本当ですか。もうめちゃめちゃ面白かったんで、多分それのね説明もしてるということなんでね。どんなんですか、キティに。熊取りしてる、まさにそう、本当に、本当に大丈夫です、大丈夫ですよしかも結構クオリティ高いです。なんかね、キャラクターがちょっとなんか歌舞伎やってみるっていう感じじゃなくて、ガチガチガチな感じなんで、そうなんですよ。ぜひともあの皆さんね行った時は 見ていただきたいと思います。さあじゃあ続いてシナモガールさんからいただきました、ありがとうございます。歌って踊れる現役音大生、D ブロックの俊也くんを応援しています、うん。ピューロランドのミュージカルがきっかけでミュージカルの道へということです。そして今ねオーディション受けてるということですからね。へえ、俊也くんね、ピューロランドのミュージシャンをミュージカルをきっかけにミュージカルの道行って、そして今まさにこの ね、ピューロボーイズ受けてると。いうことですね。もう俊也くんはもう人生すべてサンリオピューロランドでね、確かになんか決まってる感じですよね。鮭がこう海に出てってまた帰ってきて帰ってきてそうですよ、そこでまたね夢を抱くというね、ね、いろんな例えが出てきますなんかね、はい、でぜひとも D ブロック俊也くん気になった方はですね、現役音大生ですからどんな方なのか ね、チェックしてみてください。さあそしてですね皆さん、こちらもですね視聴者の皆様ね、この子がおすすめだよという子がいましたら、ぜひともですね、マイスターアプリ内の、動画のコメント欄に理由を書いてお名前投稿をお願いいたします。こちらもまたね YouTube とマイスター両方見れますが、コメントはマイスター上で書けるということなんで、ぜひとも皆さんね、おすすめの子いましたらお書きください、お願いいたします。さあということで次回はガールズね、はいはい、二次審査でございますよ。もうガールズは人数多いですから。そうですね、今回もまたブロック数も多いですし、そろそろこう絞っていかないと。いや、まだまだですよ、まだまだ早いですよまあもしかしたら今後ねこう回を重ねるごとにこうガッて絞るところあるかもしれませんが、だからあの流してる人はそろそろ本気出した方がいいですね。なるほど、そうですよね、はい、でも言ったらまだ一次審査でまだ我々がこうね、見落としてるというか、まだあこの子こんな子がいたんだっていうのも、まあ二次審査でまた出てくるじゃないですか。そうですよね。ねえ、浜田さんもちょっと期待するんじゃないですか。歯止めが効かなくなるぐらいまた盛り上がると思いますので、はい。まあ高田さんもそう、まあもちろんボーイズね、はい、もちろんそうですけども、はい、ガールズの方もそうですね、うん。可愛い子いっぱいいるんでね。ね、またガールズはガールズで厳しい面になりますからね。そうですね、ちょっぴりね。ねえ、ちょっとだから本当。
高田さんと怒る、かぶったらかぶったりマイナスになる可能性ありますよね。そうですね、気をつけていただいて、どう気をつけていただいてじゃないのよ、本当にね。まあまあ毎回言ってますけど、我々ね、この勝手に討論会メンバー、はい、そしてね、オフィシャルリポーターのパチパチキャンディーは、まあ言ったらまあ見守る側ですからね、はい、オーディション全くこのね、審査には何の力を持ってませんから、はい、ね、ああだこうだ言ってね、勝手に討論会やってますけどもね、まあまたこのオーディション盛り上げていこうということでございます。はい、というわけで今回はこの辺でお別れしたいと思います。そして番組の最後にはこちらも注目でございます、審査員賞の発表もありますので、ぜひとも最後の最後までお楽しみください。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。